はい、こんにちは。今回はですね、こちらのサンバイザーにつけるカバーを購入してみましたので紹介をしてみたいと思います。の商品がこちらですね。見えますでしょうか。コレミアさんという本革のものを使って車の内装のね、あのカバーを作っているショップがあるんですけれども、そちらのね通販を利用して購入してみました。色がですね、革の方が20色で、ウルトラスウェードというスウェードのね、生地が3色で、23色あるサンバイザーカバーです。こちらの商品はですね、 LA400、 あとは880の後期型のサンバイザーにぴったり合うように、オーダーメイドで作られている商品ですので、あのずれたりする心配もありません。見えますでしょうか。ここのね、ボタンをパチッと止めるタイプですので、非常に簡単にね、あの装着できる商品です。またこういったステッチ部分、難しいねこの角のステッチなんかも非常に綺麗に縫われていて、質感もしっかりした商品だと思います。なぜ、このねカバーをつけたかったかというとですね、ここのね見えますでしょうか、皆さんお気づきだと思うんですけど、エアバッグのこのマークがですねかなり大きくてですね、インパクトがあるんですよね。でこうひっくり返してもこちら側にもでっかく、マークされてまして、当然ねこの外から見てもこのマークが外側の方にもこうアピールしているのが非常に気になってきまして、つけてみたいと思いました。またあの内装がですね、私は、ウッド調の純正パネルで、純正のウッドのシフトノブで、内装もねインテリアパックがベージュ系ですので、茶系で内装を合わせたいと思いまして茶色にしました。皆さんもぜひ、内装が赤であればね、これは赤売ってますし、統一感出したいのであればブラックでね、つけますとここが見えなくなって、かつ主張も黒はしないので内装に非常にマッチした色なのかなと思います。こちらの商品ね、この金具の部分をですねこう向けるのか、逆に室内では見えない形にするのか、こうした時にねボタンがこうすると見えなくなるので、これは好みになりますので、まあ、2つをね逆につければ対応可能です。私はボタンがここが見えないようにつけたいと思いますので、こちらをここにはめたいと思います。もうこのようにかぶせるだけですね。サイズももう専用で作っていただいているのでぴったりとはまります。もう片方もつけますね。とても簡単に内装のドレスアップをしむことができます。いかがでしょうかね。つけた感じ非常にね華やかに、なった感じがしますね。これでねつけて一度運転をしたんですね。屋根を閉めて、運転をした時にですねちょっとデメリットが1点あったんですが、通常の、まあ、これをつけない状態でいつも走ってましたから、それに慣れてまして、このカバーの厚み分、ここの部分がですねちょっと運転席から見て、ここのちょうどフロントのこの部分が少し見にくくなったと思うんですけれども、それはね、今までつけていなかったので、その分見慣れてないからそう違和感を感じるんだと思います。ちょっと走ってですね、まあそれも解消されました。そう、あとデメリットもう1点ありまして、これはねまだ使い込んでいかないとわからないんですが、こうサンバイザーをねこう上げて、まあ、夏の紫外線なんかをこう浴びるわけなんですけれども、当然ね本革レザーですから、この紫外線を浴びるとねあまり、まあ、劣化していくのかなとは思うんですよね。
そこら辺のまあ強度の問題でどのくらい持つのかなっていうのは心配なんですけれども、基本的にはね、このようにしてますから日が当たるわけではないので、そこまでね心配することはないんですけれども、当然、川ですから紫外線に当たれば徐々に劣化はしていくと思います。ただそこまで、気にする必要はないのかなと思いました。お値段がですね、6490円ですね。税込み送料込みになっております。コペン専用のサンバイザーカバーですね、 LA400 と88万の後期になります。詳しくはね、概要欄の方にリンクを貼っていますので、ぜひ見てみてください。それでは今回はコレミヤさんのサンバイザーカバーの紹介になりました。ぜひ動画の高評価、コメント、こういうの同じの使ってますとか、こういうのもありますよなんてコメントもお待ちしております。またね、チャンネル登録してない方はぜひよろしくお願いします。それでは今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。